ルシアーノ、ガジェッティルシアーノ・マルティン・ガジェッティは、アルゼンチン・ラプラタ出身の元同国代表サッカー、選手。現役時代のポジションはミッドフィールダー。現在は、自身がプレーしたこともある、オリンピアコス FC でスカウトを務める。2001年夏に、レアル・サラゴサに移籍したが、2001から02シーズンは20位に、終わりセグンダ・ディビシオンに降格した。自身は降格後もチームに残り、 2002から03、シーズンは7得点を挙げ1シーズンでのプリメーラ、ディビジオン復帰に貢献した。サラゴサで4シーズン過ごし、2005年夏にアトレティコ・マドリードに移籍した。アトレティコでは、マキシ・ロドリゲスがいるため控えであったが、ロドリゲスやマルティン・ペトロフが出場できない時は、右サイドに入っていた。2007年、ギリシャのオリンピアコス FC に移籍した。 2007から08シーズンは24試合に出場し、ギリシャスーパーリーグ優勝を果たした。2008から09シーズンは14得点し、イスマエル・ブランコと並んで得点王になるとともに2シーズン連続のリーグタイトルを獲得した。しかしながら2009年2月に深刻な人不全にかかっていることが発覚し、同シーズンの以降の試合をすべて欠場することを余儀なくされた。 オリンピアコスト2013年まで契約を延長したものの2010年に一度現役を引退2013から14シーズンに現役復帰しアフィークレタでプレーした2014年9月よりオリンピアコスのスカウトを務めているありがとうございます